さんこんにちは、モリタンドラムスクールのモリタンです。今日はですね、ちょっと面白い企画をやりたいなと思ってまして、叩いてみた動画とか演奏動画とかで、よく音楽用のカメラってどんなのがいいんですかねみたいな質問をいただくんですけど、今回はまあ僕が持ってるその音楽用のカメラの比較の動画を出していきたいなと思います。で、僕の手元にね、今全部でカメラが5台あるんですね。まず一つがですね、ソニーの MV-1 っていうね、こういうカメラ。これは僕のレッスン動画でね、メインでずっと使ってたカメラとなってます。次が、ズームの Q4 というカメラですね。ソニーの MV-1 の前に持ってたカメラなんですよ、これが。だいぶ前に買ったカメラで、で、この2台はね、おそらくもう製造してない、状態だと思うんですけど、まあ中古とかでね、手に入ったりとかすると思うので、まあこれもちょっと今回ご紹介させていただきます。で、さらに、これもズームのカメラですかね。Q2N っていうカメラです。で、これは僕が、今生配信とか、配信をやってたりするんですけど、それの手元を映すカメラとして、GoPro にするか、これにするか非常に悩んだ結果、まあ、これを買ったという、まあ、カメラなんですが、まあ、これも音楽用のカメラなので、これも比較していきたいなと思います。そして、さらに、まあ、これも同じく Zoom の Q8 なんですが、まあ、これも今生配信で別アングルのこうカメラとして使ってます。で、これも音楽用のカメラで、Zoom の Q4 の、まあ、後継機種みたいな感じで売り出されてるカメラとなります。そして最後は音楽用のカメラじゃないんですけど、iPhone ですね。これが iPhone 11 Pro ですね。で、これもね、まあ、大きな音を出しても、まあ、割れずに撮れるので、計5台のカメラで撮ったドラムの音を比較していただいたりとか、あとスピーカーで曲を流しながら、まあ、それに合わせてドラムを叩いた音っていうのを、まあ、この5台のカメラで、撮ってみるので、まあ、それを比較していただいて、購入のね、ご参考にしていただければと思います。それでは、始めましょう。はい、ということで、各種設定をしていきたいと思うんですが、このソニーの MV-1 なんですけど、まあ、これずっと使い続けてまして、実はね、ピントが合わないという故障ができてしまってるんですね。だから今日比較する動画ではですね、ちょっと画質は汚い状態になると思うんですが、新品で買ったりとか、正常な状態だと、全然ぼやけてることはないので、画質はあんまり参考にしないでください。一応ちょっとそれぞれの設定をしていきたいと思うんですが、まずね、このマイク感度ですね。マイクの感度は、まあ、このちょうど真ん中ぐらいですね、まあ、これデフォルトの設定だと思うんですが、まあ、この設定で行いたいと思います。そしてこの画質が、1800の 30p で撮ってます。まあ、このカメラの、一番綺麗に撮れる設定でしています。このカメラ当時僕買った時はですね、おそらく3万円いかないぐらいの値段だったと思うんですが、今ね、転売されてなんか中古とかでも4万5千円とか5万円とか6万円とかなんかドヒャーってする値段でね、今ちょっと売られてるので、これの購入をご検討されてる方は、まあ、ちょっとね、気をつけていただきたいところではありますかね。はい、続きまして、ズームの Q4 ですよね。こちらは、マイク感度の設定が、この横の、ここでできるので、ここで設定をしていきます。まあ、このマイク感度、まあ、この原因ですね。原因は、このマニュアルに切り替えて、一番低い状態に設定してます。M とか H とか、このマイク感度を上げると、まあ、ドラムの音大きいので、ちょっと割れてしまうので、L の、一番低い状態にしております。まあ、この画質もこの、カメラの一番いい状態で 1080の 30p ですかね。シーンっていうのはこのコンサートライティングとかナイトとか選べるんですけど、ここでは一応オートに設定してます。はい、続いて同じくズームの Q2N4K ですね。マイク感度、このゲインはこの横のダイヤルで設定できます。マイク感度はね、こう3ぐらいに設定します。まあ、ドラムの音大きいので、まあ、これ以上上げると割れちゃうかなという感じです。で、今から撮る画質なんですけど、一応まあこの 4K30p という感じで、まあ、一応この、カメラで一番綺麗に撮れる画質で撮ろうと思ってるんですが、まあ、ぶっちゃけ 4K で撮らなくてもいいんちゃうかなみたいなね、重たくなるし、しかも 4K の 30p なので、動きもそんなにこう滑らかではないと思うので、はい、まあ、でも一応ちょっとそういうこのカメラで一番綺麗に撮れる状態で、撮ってみようと思います。で、これも一応撮影のシーンがいろいろ選べるんですが、まあ、これも一応オートにしてます。で、これね、バッテリーじゃなくてね、これ電池なんですよ。この単三電池2本で、動くという。で、もちろん給電しながらでも使えます。で、これ広角カメラなんですけど、ドゥンドゥンドゥンってこうね、一応ワイドにできるという設定になってます。まあ、今回一応一番広角の状態で撮ろうと思います。
はい、続きまして、このズームの Q8 ですね。まあ、これが一番、なんか、いいやつっぽく見えますよね、なんかね。マイク感度は一応ね、ここで調整できるんですが、これも3ぐらいで、調整をしようと思います。まあ、これも、ドラムの音を取ったりとか、大きな音を取るには、まあ、これ以上上げると割れちゃうかなという感じですね。で、このカメラは、このマイク自体を付け替えることができたり、後ろにこの外部マイクを取り付けれるようにもなってるので、まあ、音質はなんかいろいろ工夫次第では変えていけるんじゃないかなと思います。一応今回撮る画質が 3MHD30 ですかね。まあ、よくわからんけど、このカメラの一番、画質が綺麗な状態で撮ります。このカメラもいろいろシーンを設定できるんですが、まあ、これもオートで撮ろうと思います。このカメラも広角なんですけど、これディン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 ってこう一応ね、このアップにできるというね、ズーム機能も一応ついてると。はい。で、このラストはこの iPhone ですね。僕の iPhone 11 Pro で撮ろうと思います。本当にこのカメラモードで、そのまま撮ったものを使います。画質はこの HD60p。っていうので撮ろうと思うんで、まあ、結構滑らかには撮れると思いますね。ということで、まあ、今ご紹介させていただいたカメラたちを、まあ、この上に取り付けさせていただいて、まあ、できるだけ同じ位置に、固めて、同時に録音して、それを比較していきたいと思います。
でいかがだったでしょうか。まあ、計5つのカメラを使って検証を行ったわけなんですけど、まあ、画質がいいもの、音質がいいもの、まあ、なんかそれぞれのカメラの特徴があると思うので、まあ、ご使用のね、用途に応じてというか、まあ、なんかこう、一番いいカメラを選んでいただければいいんじゃないかなということで、まあ、今回の動画が、皆様の参考になれば嬉しいです。で、今回のカメラ全部、HDMI ケーブル。にこう出力することが可能なので、なのでまあ、ライブハウスのね、こうライブの生配信とか、まあ、僕もやってるんですけど YouTube 生配信とかっていうのも使えるカメラとなってますし、iPhone もね、こういう HDMI ケーブルをね、こう接続するコネクタを使えば出力して iPhone を、まあ、ウェブカメラとしてね、使うっていうことも、まあ、可能だったりすると思うので、まあ、このライブとか生配信とか、それこそ音楽用じゃなく会議用のね、Zoom の、ウェブカメラとして、ご活用いただくっていうことも、まあ、可能だったりすると思うので、まあ、ぜひ演奏動画とかね、音楽用のカメラってどんなのがいいやろうなってご悩んでる方の、まあ、参考になれば幸いです。はい、そんなことで本日もありがとうございました。さよなら。